大大臣から教えてもらってください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、ただいまより始めたいと思います。まずですね、皆さんにちょっと紹介したいことがあります。見てください、上のタンホン大臣ですかね、ようこそと作りました。これ小学部の6年生が手伝ってくれました。これどういう意味を込めたかというと、オードリー大臣が、今国連で17の目標を掲げてますが、 SDGs ですね、それオードリー大臣も叶えることを夢とされています。ですのでその色を意識して作りました。あと、ジェンダーフリーの虹色も意識してこれを作りました。それでは C さん、早速始めさせてもらってもよろしいですか。はい、よろしくお願いします。ではまず一人目の質問いきましょう。4年1組今野ゆりやさん、はい、お願いします。中学校を退学したきっかけは何ですか。不好意思，我回答是一小段一小段，然后再请我们朋友帮忙翻译啊。最主要的原因就是因为我在国中二年级的时候的当时的校长姓杜，叫杜慧平校长。有一天我问他说，我一天有16个小时醒着的时间，8个小时可以做研究，但是8个小时要卡在学校啊，我觉得我就很难那么多时间做研究，校长可不可以帮帮忙？后来校长看到我跟网络上的朋友一起做研究的记录之后，就跟我说，那你明天就不用来了，教育局那边我帮你来处理。所谓处理呢，就是说告诉教育局说就是我是在家自学的这个意思。所以是一个校长在当时帮助我创新，找到一个新的一个方向，然后我就可以自己在学校之外学习，但他还是认为我是他的学生，是在校长的我们可以说是保护或者保佑之下啊，才因为这样的关系就可以在家自学。那一直到国中三年级都没有再去过学校，除了断考的时候都有去，但是都是交白卷了，因为不想要刺激其他的同学。ごめんなさい。大臣が話長くなると思いますので、一応少しずつちょっと止めて、私が通訳してからまた話します。で、今の話の答え、今の質問の答えになりますが、中2の時に退学しました。当時 の大臣の、校長先生、杜さんと言うんですけど、杜高校先生が丹さんが質問しました。先生、私は1日16時間がある中で8時間研究したいんですけど、学校にずっといると自分の研究進められなくてどうしたらいいんですかという質問をしたんです。そしたら校長先生から、そうですか、分かりました。で、それでもちろん大臣からはいろいろネットでの研究とかその成果も先生に見せました。で、先生はそれを見て分かりましたと言うんですね。で、台湾のその教育部のところに相談しに行きました。この子は学校に来なくてもいい、でも学校に来なくても大学自分で家の中で研究するんですから、家の中で勉強をする、 その代わりにまだ自分の学生ではあるんですけど学校に来ないんですね。だから一応休学の形は取ったんですけど、学校でも勉強してるような感じで試験の時はちゃんと受けました。ただしもちろん試験の時は白紙を提出しました。で、そういう感じで中学の3年生まではそういう席は学校に置いたような感じでいました。はい、ありがとうございました、今野さん。それでは次の質問に行きましょう。4年先の遠藤真由さん、はい。子供の頃の将来の夢は何ですか。就接续着刚刚的那个回答哦，因为我在网际网络上面碰到的研究者，大概都没有先问我是哪一国人，
也没有问说我几岁啊，也没有问任何关于我个人的事情，都是直接他们研究的题目，我感兴趣的话，我们立刻就好像最好的朋友那样子开始一起研究。所以这个叫做英文叫 swift trust， 就是快速的信任。透过网络，大家不会变成好像是只有跟我长得像的，或者是跟我同一个国家的等等的这些朋友我才愿意信任，而是任何人都愿意信任，来一起解决全世界的问题。那像这样子一种全世界一起解决共同问题的这个未来，就是我小时候的梦想。现在当然因为有全球的这种永续发展目标，这个梦想我想是大家共同的梦想，也都往这边进了一步。大臣 の答えは、さっきの話の続きにもなりますが、小さい頃は、例えばネットを通していろんな世界中の研究者と話をしました。その時は、いくつですか、名前は何ですか、そういう話はまず聞かれないんです。で、みんなは研究テーマを通して、同じ研究テーマに興味があれば、で同じことをやって、それで友達になります。すぐに信頼性を持つ友達になれるっていうのはすごくいいことだと大臣は思います。つまり友達になれるのは似た者同士だけじゃなくて、同じ考えとか同じ価値観のある人たちはどこの国にいても世界中は一緒になって問題を解決できると思う信じました。それが当時の大臣の夢であって、今の世界はみんな分かるように連合国、国連のいわゆる SDGs っていうのは、世界が一緒になって問題を解決するっていうのが進んでいるので、まさに自分の夢、子どもの夢は今ちょっと進行形にはなってます。所以简单的来讲，用英语讲的话就是 everyone's business, everyone helps。用我们就是汉语来讲的话，就是众人之事，众人助之哦，就是关于大家的事情，大家都可以一起来帮助，不去特别去分国籍等等。那这个大概就是小时候的梦想。で、早く言うと、子どもの頃の夢、大臣の夢は、みんなのことはみんなで助け合って、みんなで一緒に解決する。それはいわゆる大臣の夢ではありました。はい、ありがとうございました。それではどんどん行きましょう。5年1組元ゆきなさん、古川かりんさん、はい、プログラミングを始めた理由は何ですか。またプログラミングに熱中した理由は何ですか。我小的时候大概七岁左右，对于数学就非常的有兴趣。那七岁的时候有看很多的数学的书，也试着学一些计算的方式，但是呢我的用手算呢常常出错，好比像说一个长除法就很容易出错。所以我虽然喜欢数学，但是却非常不喜欢算数。那到我八岁的时候，也就是小学二年级的时候，我有一次在书架上看到了一本城市设计的书，告诉我说，原来不是只是像按计算机一样做一些简单的加减乘除，而是更复杂的这个数学的原理，只要我学会了，我用程式交给电脑，电脑就可以帮我去进行全部的运算。等于是说我就是专注在数学里面那个比较让我开心的部分，就是看到不同的事情都有相同的结构的那一部分，但是呢不用花力气在常常出错我又不是很擅长的计算的部分，大概是这样子的原因。先回答第一部分的问题。はい、まず最初の質問に答えます。小学校、7歳の時でしょう。その時はすごく数学には興味あるんですけど、でも計算はちょっと苦手だったんです。大臣はで、計算の方法は手書きで書けると、よく例えば和美さんとかよく間違えるんです。で、大臣はいろいろ考えたんです。じゃあどうしたらいいんですかっていうことで、でその時一冊の本をやっぱりプログラミング、パソコン のプログラミングと関係ある本を読みました。そしたら、なんか見舞った。あ、自分で手書きしなくても、計算機は計算機だけじゃなくて、パソコンだったらいろいろ計算してくれて、自分が計算しなくても、本当の同じ仕組みだったらパソコンが解決してくれると分かったので、その楽しみが残って、すごく
そういう意味でプログラミングに興味を抱いたんです。至于为什么很热衷，那就是因为后来我就发现说，虽然一开始是为了节省自己的力气以及满足自己的好奇心而去练习写程式，你就可以把它想成是练习一种乐器嘛，好比像说钢琴或电子琴也是一种键盘嘛。那但是当你认识了熟练之后，这个对于乐器的熟练以及对于这个乐理的认识哦，它也可以让别人感觉到有好处。你如果学会弹钢琴或电子琴，那你可以让别人心情变得比较愉快。那同样的，我因为会写程式的关系，我掌握到的数学的观念，好比像说我八岁的时候会写过一个程式，它是把一条竖线从零到一，上面有好多个气球，它可能在五分之三的位置或者七分之四的位置，那你就要去猜它到底是几分之几，你猜的那个数字不对，那个飞镖就不会碰到气球，那你就会再猜一点点猜一点点。那这样子像一些约分啊，或者是一些就是分子分母啊等等的这些概念，哎，玩这个游戏的人自己就会了解，不用我去教他了。所以就会变成我所创造出来这件事情不是只是我自己搞懂，也让别人搞懂这个概念变得更容易。这就是为什么后来我都致力于我们叫自由软体，就是让大家自由自在的可以去分享，可以去修改这样子的一些程式。それでなんでその熱中した理由はというと、やっぱり自分の好奇心をずっと持ち続けるように、やっぱ楽しさがすごい大事ですね。例えばプログラミングというのは例えにすると楽器のようですね。楽器を勉強するよう、例えばピアノを弾くとピアノはやっぱりこうパソコンのキーボードもちょっと似たような感じじゃないですか。でピアノを弾くとその音楽は周りの人をこう楽しくさせる、そういう気持ちが湧いてくるんですね。でなので大臣がその時考えたのは、自分のプログラミングでいかにその周りの人、他の人をこう助けたり、その他の人も楽しくなれるようなことを考えたんです。で8歳の時に大臣が一つのプログラミング、一つのゲームを、数学のゲームを作りました。な0から1、0から1というその間に答えは5分の3とか7分の4とか、その答えは計算ちゃんと当たると気球があるんですね。そうすると気球が飛ぶというような、そのちょっとした数学のゲームがその時作りました。で、分子のブームとかいろいろあるんですけど、ただ勉強するとちょっとつまらないです。でもこういうゲームを通してやるとすごく楽しくなります。で周りの人も楽しくなると、やっぱり大臣自身も作るという楽しみもやっぱりもっともっとわかるので、でやっぱり後になって、今もそうですけど、大臣が作ったソフトは全てやっぱりネットの世界で公開して、みんなが言うように修正したり一緒に参加できるようなことをやってきましたので、これはずっとその熱中し続けることができることの原因です。どうして数学に興味があったんですか？我很小的时候曾经看过一些书，这些书里面呢有一本叫做《矛盾集锦》，它讲的就是所有的在逻辑上面，我们平常听起来好像很有道理，但是它内部有一些不一致的事情的一些我们叫做悖论或者是 paradox。那他把这些都收集起来，举例来讲，好比像说里面有一个我现在印象还是很深刻的，就是在讲说我们有一个好比像说一个城市里面的有一个理发师，这个理发师说所有不自己理头发的人我都愿意帮他理头发。那这个听起来好像没有什么问题，但是如果你去问说那这样他会不会帮自己理头发，马上这个悖论就发生了。所以我是对于我们在日常生活中使用语言，但是呢其实并没有什么精确的定义，那也没有什么关系，但是有的时候就会突然出现像刚刚那种悖论的情况。所以我可以说是对数学吸引里面，首先先是被逻辑的部分吸引，但是呢因为这个悖论有各种各样的，好比像说有另外一个说跑得最快的叫阿基里斯去追一只乌龟，但是他追不上的那样子一种悖论，叫做芝诺悖论，如果有兴趣可以找找看。那你如果要对这个东西进行研讨的话，那就不得不去
学习到一些关于物理学，甚至关于微积分等等的这些的数学，所以主要还是被这些各种各样子的矛盾跟悖论所吸引。なぜその数学に興味が湧いてきたかというと、小さい頃にその本を読みました。でその本はテーマで言うと矛盾 のいっぱい集まった本、矛盾集という本ですね。でその中にいろいろこうロジカルな話が書かれてすごく面白いですが、でも物事はロジカルに考えるような、すべてロジカルで考えられるようなようでもあっても、やっぱりこうちょっと違うところもあるんですね。その例えばロジカルで考えて、でも後で逆にその、解釈できないところ、例えば一つ例を挙げると理髪師がいたんですね。でその理髪師は、自分が全て自分で理髪できない人 の髪の毛を処理しますっていう。でも例えばその理髪師は自分の髪の毛はやっぱり自分で切れないじゃないですか。そうすると全ての人っていう全てはならないんですね。でこれはいわゆる矛盾ですね。ロジカルの矛盾なので、すごくそれが面白い。ロジカルで考えられるような、ロジカルでちょっとやっぱりこう矛盾のところもあるっていうのがすごく面白い。でもう一つ面白い例があるんですけど、例えば世界中で一番速く走る人がいる。でもその一番速く走る人はどうしてもすごくゆっくりと歩くカメちゃんをこう追いかけない。でこれは何でかというと、皆さんもし興味があればぜひこの本を借りて読んでください。そうするとその矛盾性とそのロジカルの面白さも分かると思います。なので、今話したようにやっぱり物理とか数学とかすごくこういう面白いことをいっぱい含めてますので、自分はその数学に興味が湧いてきました。今でも大栗環大臣が作ったゲームは遊べるんですか？可以的，我现在有看到很多在 Scratch 这个平台，它是 MIT 啊，就是麻省理工学院的 Scratch 的平台。所以你如果去 Scratch 的平台找那个射气球游戏啊等等的话，应该是可以找得到。はい、今でも遊べられます。アメリカの MIT という学校の中で、Scratch というウェブの中でこう、気球射撃っていうゲームを探せば出てきます。我找不到在 email 了，我就再回你信。我的 email 可以在我的 Twitter 或者我的网站上都可以找得到。网站叫 digitalministry.tw。もし見つからなかったら、植物大臣にメール送ってください。メールでまた後で教えます。ウェブにはちゃんと大臣の email アドレス書いてますので、それ探せばわかります。すごいですね。メールが送れます、大臣。はい、それでは次の質問いきましょう。5年3組、野崎千恵さん。大栗環大臣はトランスジェンダーとして差別されたことはありますか？またその時どう思いましたか？倒是没有因为我的性别受到歧视过，不过我还记得小学一年级的时候，那时候我因为用左手写字，那所以不管是我的班上的老师，还是我父亲，还是他的妈妈，就是我的阿嬷，都会希望我学会用右手写字。他们那时候有很多很奇怪的理由，好比像说用左手写字横书的话会沾到墨水啊什么之类的，现在想一想根本就是歧视啊的这些理由。実は性別のことで差別されたことはないと思います。でむしろ小学1年生の時に左手で字を書くことによっていろんな差別っていうかいろんな人に言われました。例えばその時は例えば大臣のお父さんとかあるいは先生とかおばあちゃんとかこれはダメです、ぜひ右手で書いてくださいと言われたんです。
で、理由はというと、例えばなんかインクが変につくとか、変なこと いろいろ言われましたが、それは大臣にとって多分こっちの方が差別になると思います。当然、有一些也许是他们那个时候的生活跟现在不一样。后来我才知道说，其实我爸爸跟他的妈妈也都是左手，所以他们小的时候可能因此也吃过一些亏哦。所以希望我不要因为这样的关系生活受到影响。但是呢，其实我们都知道，现在写字的笔，不管是原子笔还是什么钢珠笔，根本就没有什么墨沾到手上的事情了啦。那另外呢，到我小学二年级的时候，我很多作业都是打电脑啊，就是打字。这样的话，左右两手都可以用，反而变成了一个优势。那在以前还有什么公用电话啊，或什么电话亭啊，什么都是还在让右手的人先用的状况嘛。但是现在全部都是用手机了，手机也不会管你是哪只手拿的，滑鼠也可以很容易设定一下就把左键跟右键对调啊。可以说是现在你用左手或右手根本是无所谓的一件事情。不过当然，也许也因为他们在一开始让我学会用右手，所以我到二年级以后用双手都是觉得很 OK 的事情。其实跨性别也有一点相像。やっぱりこう子供の頃のその時の例えば先生とかお父さんとかおばあちゃんとか生活の様式は今と違うんですから、まあ、ぜひ右手で書いてくださいと言うんですけど、でも実は後々になって大臣が分かったことは、お父さんもおばあちゃんも本当は最初は左手で書いたそうです。で、多分その左手で書いたことで、まあ、いろいろちょっと不便とかあったから大臣が同じ不便を経験させないように、まあ、ぜひ右手で書いてくださいと直したんですけど、でも例えば今の生活というと私たちが普段使っているボールペンとか、まあ、インクがないじゃないですか。そうするとお父さん、おばあちゃんが言うインクが手につくこともないし、例えば、まあ、小学2年生の時から、まあ、大臣はすでにパソコンを始めたんですね。でキーボードを打つことはもっとインクと関係ないですね。でも お父さんとおばあちゃんに感謝しないといけないことは、まあ、右手も練習したので、後でキーボードを打つときに両手使えるんですね。そうすると他の人よりはやっぱりこう便利なところもあるんですね。で例えば昔の生活の中でも公衆電話なんでもやっぱりこう右で事業者を優先させたんですけど、今の生活はキーボードは、まあ、両手使えるし、でマウスもちょっと設定すると左でもすぐ使えるようになるし、本当にスマホも全然、まあ、右手も左手も関係なく両方使えるんですから、まあ、今の世界はすごくいわゆるこれというルールがなくて、まあ、トランスジェンダーも同じだと考えています。生活の中で一番困ったことなどありましたか？もう一回大きい声です。生活の中で困ったことはありましたか？在日常生活上面是没有碰到什么让人困扰的事情。绝大部分的时候，我想在台湾大家都可以接受说，不管你的打扮是怎么样啊，你讲话的方式是怎么样等等，重点还是你所传递出来的价值以及能够给社会的贡献。那你是用怎么样子的性别身份在讲这件事情，我觉得在台湾已经不那么看重了。那也是因为这样的关系，所以我们才会有就是不分性别都可以结婚的这样子一种法律会出现。那当然我们也很希望说，其他的国家也可以来参考我们这样子的创新的做法。生活の中で特に困ったことはないと思います。台湾では今台湾の中では、まあ、どんな格好してもどんな話し方でもどんな身分でも、つまりこう自分のやってることは社会に貢献できるかどうか、それが一番大事ですね。なのでその身分とか話し方とかそういうことにこだわらず、やっぱり台湾も今の法律だと、まあ、どんな性別でも結婚できるようになったので、すごくやっぱりこう生きやすい生活しやすい環境ではあるんですね。なのでぜひ他の国も台湾に習って同じようになるといいなと思います。はい、それでは次の質問に行きましょう。6年2組4審さん、はい。有意義な人生を過ごすためにはどうする
的做法呢，是说我会去看看现在社会上面有哪些朋友，他们的生活因为这个社会的结构的关系，有哪一些可能过得不舒服的地方。那其实就有一点像是上一位朋友问我的问题，就是有没有因为你的身份啊，或者是别人看你的方式啊，让你生活上面碰到什么困扰。那虽然我自己是没有，但是因为我自己经历过各种各样不同的文化，所以因为这样的关系，所以我去问的时候呢，大家会觉得说我至少是愿意好好的去听。那所以就好比像说，像我自己有经历过15岁就创业了，可是呢，因为法律那时候只能叫童工嘛，就是儿童的工人，那也没有办法参与股东的决策，那当然更不要说投票权了，这些都是没有的。那像我经历过这段时间，所以我碰到那些在可能10几岁就非常想要参与社会的朋友，但是又没有投票权，这个时候我就可以很同理到他们的这个做法。那他们的做法里面也有一些我可以帮忙的，好比像说透过联署的方法去让他们的想法能够让更资深的朋友们也觉得这个真的对大家是一件好事，好比像说我们是不是喝珍珠奶茶的时候就不要再用塑胶吸管了呢等等，去确保说各种不同的背景的朋友都可以有结合到共同价值的这个地方。所以有两件事情，一个是说找到一些可能生活过得没有你那么好的朋友，试着去过他的生活，去听他的想法。那第二个是说，你听了他的想法之后，你去想说，那你在生活当中有一些的这些部分可能过得比较好的朋友，但是跟这些比较弱势的朋友也许有一些共同的价值，把他们介绍起来，然后一起来为这些共同价值而努力。那这个就我是我自己让生活变得很有意义的方法，也是给你参考。はい、この、質問の答えは、例えば普段からこう身の回りに生活に何か不便があるとか、その例えばさっきの質問の答えにもつながるんですけど、身分とか あるいはこういうこと、人の見方によってちょっと生活の中に不便があるとか、まあ、差別までとか言わなくても、そういうちょっとなんかいろいろ不便を経験している人がいるかどうか、それを見るんですね。大臣自身はいろんな違う文化を経験したことがあるので、やっぱりこう人の話に耳を傾けるっていうのはすごい大事だと思います。で、常に例えば人今何不便があるか、それをちょっと聞いて、で自分は何ができるかまた考えるんですね。例えば自分が何かできないときに、周りに他に何かできる人が、自分より優れた人がいないかっていう、そのできる人と不便のある人の架け橋になってこうつなげること、そうするとその問題が解決できるんじゃないかと考えるんです。で、一つの例を挙げると、例えば大臣は15歳のときにすでに起業したんですね。で、その時台湾の法律の中では大臣は子供扱いされるんですよ。で、起業したのに、例えば会社の中で何かこう決めようとするときに投与もできなかった。で、それがすごく不便ですね。なので、そうすると、で、この状況をどうやって解決できるかというと、いろいろやっぱりこうキャリアのある人とか、元の経験のある人に話を聞いて、で、例えばみんなでこう、なんか法律を変えようという、その動きもしたんですね。なので、もう一つの例を挙げると、生活の中で私たちはバルパプルミルクティーを飲むときに、普段はその本当はその、プラスチックのストローを使うんじゃないですか。でもこのストローはちょっと環境に良くないですね。で、それをどうやって解決するかというと、じゃあみんなでこのストローをなくしましょうって今そういうふうになってますね。なので、大臣が言いたいのは、一つはまず価値を考える。同じ価値観の人たち、どこに価値があるかという、そのことを考える。で、またさっき言ったように、問題のあるところ、不便を考える人の状況に立って、価値観に立って、どうやってこの不便を解決するかと、もっとできる人を探して、同じこのことを解決するようにつなげる。これができれば、やっぱりこう生活が楽しいし、有意義な生活ができるではないかと思います。はい、それでは行きましょう。6年3組、神田美玲さん。今、社会ではデジタル化が進められていますが、この中で私たちにこれから必要となる力は何ですか？
数位技术其实就是把人跟人之间可以联系起来的技术，这个不是只是 IT 技术， IT 是把机器跟机器连起来，这个先不谈哦。数位的部分把人跟人之间连起来，主要就是两个，第一个它可以超越时间的限制，好比像说我们现在在网络上可以看到很多很好的教学的影片，它可能已经是几十年以前录的，但是呢我们还是可以绕着它有很好的互动。那另外一个是它可以超越空间的限制，我们现在透过直播啊，很多的科技，我们可以把明明是在不同时区的人，但是感觉上好像在同一个房间这样，时间跟空间的限制的超越就是数位技术最主要把人跟人连在一起的方法。那么我们的心态也要有所改变，在以前都是只有像现在大家在全部同一个这样子场地里面的人才能够彼此对话，但是呢我们现在很容易就可以去跟不同的时区、不同的文化，甚至好比像说我们的出生的时间也有一些差异，所以也是不同的世代的朋友都可以进行对话。那这个时候呢先去确保各方都有共同的价值，这个叫做共好，这个就是非常重要的。但是怎么样确保共同价值呢？就是要靠刚刚讲的倾听嘛，彼此互相倾听，我先听你讲你的想法，哎，你在听我讲说我听到了什么，这叫积极的聆听。那透过互动来达到共好。那如果你是对这整件事情是自己有好奇心或者想要彼此学习，那这就叫做自发嘛。所以共好、互动、自发，那这三个其实就是我们在数位时代最重要的，我们现在叫做素养，就是个人的这样子一种素养的能力，也会变成全体的大家在数位时代里面更加加深彼此自发互动共好这些素养。デジタルの技術、今のデジタル化というのは一番大事なのは人と人をつなげることですね。IT は、デジタルという機械と機械をつなげるというんですけど、でそれを置いといて私たちにとってこのデジタル化の世界でやっぱり人と人をいかにつなげることが大事ですね。つまり例えば今 デジタル化の世界で何が昔と違うかというと、今のデジタル化によって時間を超えることができるんですね。例えばインターネットをちょっと見ると探すと昔々の先生が録画した教育のビデオとかはすぐに見ることができるんですね。そうするとその先生について習うこともできます。であとは今 デジタル化は空間も超えることができるんですね。例えば私たちが今この同じ空間で話ができるんですけど、でもデジタル化の社会では同じ空間じゃなくても、海の向かい側とか他のここにいる違う時間でこう生活をしている人たちもデジタルのインターネットのを通じて私たちと同じ話も聞くことができる。これがやっぱり今のこうデジタル世界のやっぱり便利性ですね。でさっきの話もまた同じですけど、共通の価値というのはすごくキーワードになるんですね。私たちはその出身とか文化とか、世帯とか考えなくて、でそれを全部超えることができるデジタルがあれば、でこれはみんなが同じ共通の価値があれば、で同じいいことを考えよう、同じいいことをしようという考え、でこれは中国語でいうと共好ですね。共通にいいことという共好というんですね。で共通の価値どうやってこう見出したかというと、まずやっぱりさっきも話したんですけど、人の話に耳を傾けることが大事ですね。人の話を聞いて、でそこに何がある、で自分は何を考える、でこれを交流すること、つまりコミュニケーションですね。でコミュニケーションもすごい大事ですね。でそれにそのやっぱり人の話を聞くと、好奇心も湧いてくるじゃないですか。でいろいろ自分が何かできない、でじゃあもっと勉強しないといけない、これはいわゆる自発の精神ですね。で自発もやっぱり大事ですね。でこういうのは全部できると、共犯共通のいいこと、共通の価値を見出す、でコミュニケーション、そして自発の精神で勉強する、こういうのがいわゆる素養っていうんですね。で今の世界は特にこれからのデジタル化が進む世界では、私たちが必要なのはこのいわゆる素養のことです。全てこのさっき言ったこの3つのキーワードができれば素養ができる人間、自分が素養のある人間、他の人も素養のある人間になれば、この世界がもっと良くなります。
はい、それでは次は中学部行きましょう。中1へ鎌田康介さん。オードリーさんは今の、台湾と日本の関係をどのように思われていらっしゃいますか？不只是现在了，其实大概已经上百万年了，都是一样的，就是是在欧亚大陆跟菲律宾海板块中间的这样一个叫做火山湖。那所以不但是火山，或者是说地震，或者是说台风等等的这些天灾，那我们在台湾跟在日本的感受是非常非常类似的。也是因为这样的关系，所以当双方任何一边遭受到好比像说剧烈的地震或者海啸的时候，另外一边就会竭尽所能的来帮忙，就是因为我们特别了解在这个断层干扰上面的感受。多分台湾と日本の関係は今だけじゃなくて遡って100万年前になると思います。つまりアジアの中で台湾も日本もそのアジアの中で、まあ、いわゆる火山で大であって地震も多く起きるんですね。また時々その大きな台風にも襲われるんですね。そうするとやっぱり日本も台湾もこういう災難が起きるとどんなことを経験するかすごく分かるんですね。なのでこういう同じ単純性で、まあ、日本何か起きた時に台湾もそうですけど、まあ、津波があったりとかする時にどうしてもやっぱこう助け合わないといけないという助け合うってい こうやっぱ立場になあるかと思います。はい、それでは次行きましょう。中1林拓さん。台湾の活動をどうしてどのように進めていきたい、これからどのように進めていきたいですか？接续刚才的回答哦，就是因为我们自己常常碰到各种天灾嘛，所以我们这边就累积了很多在天灾的时候彼此帮助的这种方法。那当然呢，全世界的朋友碰到各种天灾的时候，当然也包含像疫情啊，可能也算一种天灾。那这样的情况下，我们都很愿意帮忙。所以现在您问有什么活动的话，我们有一个共用的一个标签，叫做台湾 can help 啊，台湾能帮忙，台湾 can help。那你用这个标签就可以找到各种各样的网站，各种各样的社群媒体，上面在具体的讲说，对于我们全部的这17项永续发展目标，台湾到底怎么样在帮全世界的忙。所以我自己呢，就是 help the helpers， 就是帮助台湾去帮助大家的这样子一个工作。さっきの質問にもちょっとつながるんですけど、やはりいろんな自然の災害を経験すると、その自然の災害を解決する方法もやっぱり学んだんですね。で、その方法はいかに他の人が他の国に伝えるかというのは、今の例えば今のこの、コロナのパンデミックのパンデミックの中でも同じような状況で、どうして他の国を助けるかという考え、でキーワードは皆さんもご存知だと思いますが、台湾県ヘルプですね。で、台湾県ヘルプというキーワードでインターネットで検索すると、まあ、いろいろこうホームページとか SNS の このグループとか出てくると思いますが、でその活動をいろいろしている人たちで、大臣の立場はその人たちをどうやって助けるかということですね。なので、さっき大臣が話したのは、その台湾県ヘルプの人たちを助ける、で、ヘルプ・ド・ヘルプっていうのが今の大臣の、まあ、やってることかと思います。はい、それでは次、中二の A、木戸翔さん。多様性を尊重する考えの根本にはどのような考え方や背景があるんですか？我自己的求学的过程，一共念了三个幼稚园，六所小学，一年的国中，到国二就辍学了。
但是前面十年一共念了十所不同的学校，可以说是从来没有做过暑假作业，因为每一年的暑假啊都在转学。那这样子的一个就是学习的历程，也告诉我说，其实原来并没有什么标准答案，在一个学校或一个班上的老师可能觉得是标准的答案，换到不同的城市，换到不同的国家，因为我也小学也有去德国等等，哎，看起来就完全不一样。所以到最后还是只有自发互动共好是真的，其他的都是一时一刻的，不是一直很永续的啊。所以因为可能我从小太常转学了，所以就没有锚定到任何一个标准答案上面，那就无形之中养成了，好像我碰到新的状况的时候就会去想，我前面这十所学校会怎么想这件事情呢？哎，一下就有十种观点，不会只有一种两种观点而已。那这样的想法也就能够让我更能够去选哪一边来站，而不是特别站在这边或那一边。大臣は実は、幼稚園を3つで小学校を6つで中学は1年生ま で中2になって、まあ、休学になったんですね。つまり中2までのその間は10校の学校を経験したことあるんですよ。でそれにドイツに行ったこともあるんですから、ドイツでも勉強しました。でいろんなこういう子どものこういう経験から、実は夏休みの宿題一回もやったことないです。ずっとその時間は見学中ですね。でそれで大臣に与えた経験というのは、どこの学校に行くと同じテーマは違う答えが出てくるということですね。そうすると一つの決まった標準の答えがないことをやっぱり勉強したんですね。でさっきも話したんですけど、自発で共通、自発で、そして共通のいい価値を、共通の価値を見出す。で、さらにそのコミュニケーション。で、こういうことだけは基本的に落ち着くことですけど、他のことはやっぱりこう、同じ新しい状況に合うと、大臣の場合はすぐ考えるんですね。この状況になって、例えば A の学校は、この答えになるでしょ。B の学校はこういう答えになるでしょ。やっぱりみんな違う答えが出てくるっていうのはすごく自然ですね。なので自然に自分の中では、多様性を尊重するというか、多様性があるのは当たり前と思うので、多様性を尊重する考えはやっぱり前ワイドが出るんですね。はい、それでは村上美香さん。15歳という若さで起業しようと思ったのはなぜですか？また起業するにあたって不安はありましたか？当時我创业的原因是因为我想要去了解到说，一大群人在网络上为什么会能够那么快速的相信彼此，但是要研究这样子一个题目，就必须要先做出一个让一大群人有那个理由去互动的这样一个环境来。所以当时我们做了很多的工具，好比像说全文的检索的搜寻引擎，好比像说把自己家里已经用不到的放在网络上面拍卖的这样子一种拍卖网站等等，都是我们当时创业的时候的一些题目。但是我为什么想要加入这些题目，最主要还是想要知道说为什么一大群人在网络上面可以累积出彼此的信任来。那至于说就是当初为什么15岁那么小就会想要创业，主要原因也是因为学校里面根本没有开这样子的课程啊。如果在当时就像现在我们在台湾已经有高中就可以选修一些创业相关的课程，甚至到了大学都有专门的学程让你在大学的时候立刻就可以创业啊，叫做 U-START。那如果有那样的学程的话，当时可能也不一定要离开学校。可是因为我那个时候1996年的时候完全没有这样子的学程，所以我就直接跑去跟校长说，当然感谢校长那么创新，他就答应我了啊。那大概是这样的缘故。はい、15歳で起業した時はやっぱりまず大臣はインターネットでいろいろ勉強したんですね。それで なぜみんなでインターネットを通してすぐ信じ合えるっていうのがすごく不思議に思ったんですね。でこのなぜみんなが信じ合えるかというそのことをこう
勉強というかその疑問を問いたいっていう思いから自分の企業、まあ、自分 の, ビジネスを始めたんですね。つまりなぜみんながこう信じ合える、でその勉強するためにやっぱこう何か物がないとできないですね。なのでネットでこの理由を知りたいわけで、コミュニケーションを取りたいためにネットを作ったんです。起業したんですね。でその起業した当時 の, その事業というのはネットで検索エンジンを作ったんですね。検索エンジンをしていろいろ検索できる。でまたその今でいうと、まあ、中古品のオークションで、そのオークションのできるようなそのエンジンも作ったんですね。でこれがやっぱり全て原点に戻ると、大臣がみんなでどうやってこのどうしてインターネットを通してすぐ信じ合えるかという、その問いを解決したいから維新からその起業したんです。まあ、実は例えば今になると学校の中では勉強できるんですね。こういうさっきのこういう勉強することができる授業があるんですから、今の例えば中学も大学もそういう起業の授業もできるんですから、当時はその授業なかったので自分で解決しようとする時に起業するしかない、なかったんですね。1996年の時点に戻るとやっぱりこうイノベーションのその考えがなかった、まあ、こういうのがなかったので、授業がなかったので先生に相談して、校長先生に相談して、で先生の留心ももらって、それで起業することになったんです。ありがとうございました。はい、それでは次、中学部3年の平松さん。14歳の時に自分の将来についてどのように考えていましたか？我14岁的时候，当时就是我第一次在网际网络上面发现说，没有人管我是14岁还是40岁，我只要对这个研究的题目有兴趣，能够写一个 email， 那我就可以立刻跟，不管是他是很有名的教授、很有名的学者等等，立刻就可以开始跟他一起工作。那这个也养成我一个很好的习惯，就是像刚才有同学问我 Scratch 的程式哪里找的时候，我就直接说你可以写 email 给我，这样的一个做法。所以也就是说，当初我碰到了这样一个网际网络的新的这个世界，在这个世界里面，大家看重的彼此的价值要高过彼此的年龄也好、性别也好、头衔也好、什么其他的东西也好。所以我当时的想法就是，我能不能够让更多人来看到这样子的未来？好像说这个未来已经来了，但是只有在投入网际网络研究开发的一小群人在去贡献这样的未来，并且在享受这样子的未来，但是绝大部分当时社会上的人还是没有听说过什么是浏览器的。但是当时我也就想说，那可不可以让这样子的未来多一点，透过我也能够来临，让更多的人都可以了解到这样子一种新的文化，网络的文化。14歳の時はネットを使いましたね。でさっきも話したんですけど、その時に分かったことは、ネットの世界では、まあ、14歳も40歳も関係ないんですね。例えば当時大臣には知らないことがあればすぐ E メールを書いて、まあ、有名な研究者とか有名な先生学者にメールをしました。そうするといろんな質問も解決できました。なのでさっきこっち の, 質問されたときに、スクラッチどこにどこにいて探せばその数学のゲームが出てきますかという質問されたときに、大臣の気さくに、分からなかったらメールくださいというのは自分の経験からですね。でつまりさっきも話したんですけど、まあ、全ては価値ですね。共通の価値があれば身分も年齢も、まあ、全て関係なく、でいかに自分が社会に、まあ、いかに何か貢献できるかことをできることが常に考えているんですね。ね、例えば昔は、まあ、みんなウェブってどういうことかも分からなかった。でそうするとウェブっていうものをみんなに知らせたい、その意思ですね。つまり新しいことをいかに周りの人とか、まあ、人を知らない人に伝えるっていうのが、その時のやっぱりすごく大事な一大事でした。でそれをずっと考えました。で今も述べました。ありが
はい、それではいよいよ最後の質問になります、土屋香奈さん。所以就是有些时候我们不会有那么多的开放的心胸嘛，去跟其他人来分享。那所以为什么我可以这么开放的回答一些关于我个人的一些问题啊？是不是？你要不要先翻译？今の質問で言うと、まあ、私たちは日常生活の中で時々やっぱ自分をオープンすることができないんですけど、なぜ大臣がその自分をオープンして自分、まあ、みんな の質問とか知らせる答えることができるんですか？ So I will answer first in English and then in Mandarin, and then for the Mandarin to be translated into 日本語 if that is okay with you. ever since I was born, like maybe as soon as 5 days old or something, I'm diagnosed with a congenital heart disease. And I remember quite vividly around the time that I was 4, the doctors were saying to me and my family that I needed to stay alive long enough to get a surgery.But before I get a surgery, there's only roughly 50% chance that I will live long enough to get that surgery. 我想这个要从头说起哦，就是我出生没几天就被诊断有先天性的心脏病、心室中的缺损。那我记得就是大概小学以前，可能4岁的时候，那当时的我的主治医师就跟我，还包含我的这个家人说，这个小孩他现在太小不能动手术，他得先活到能够动手术的那个年纪。但是你们也要有心理准备，因为活到那个年纪的几率大概也只有一半而已哦。はい、今 の質問は英語で、まず英語で答えるんですけど、皆さんが分かるように、また中国語で親切に大臣が答えました。答えているのが、大臣が生まれつき先天性の心臓病を患って、不自由には言われたんですね。で、まあ、手術しないと、まあ、この病気は治らないというんですけど、でも、手術というのがやっぱりこう4歳以降。本当にちゃんと手術を受けるこの体質にならないとできないんですけど、でもその手術できる年までは多分他の人確率でいうと 50% しかそこまで生きられないっていうことはやっぱりこう両親も主治医に告げられました。Of course, I would eventually get a surgery when I was 12 years old, so I'm completely okay now.But before I got a surgery, for the first 12 years of my life, every night when I go to sleep, I feel like flipping a coin. If the coin comes up head, then I get to wake up for another day. But if it goes to tails, maybe I don't wake up at all. And so this gets me into a habit of publishing whatever I have thought during the day, because there are chances that it will just stay with me if I don't publish for the night.所以后来我当然在12岁就接受了手术，所以我现在当然什么事情都没有了。但是在我人生中的前12年，我每天晚上可能就是睡着起来，那大概也有一半的几率，好像闪一个硬币一样，我那种感觉了，觉得有可能起不来。所以在从4岁到12岁的这段时间里面，我慢慢就养成了我在白天里面学会的东西，我要在睡前大概都要分享出来的这样一种习惯。因为那些我没有分享出来放在我脑里的东西，如果我不把它写下来或公开出来的话，那么很可能它就会在我睡着的时候就跟着我就一起不见了啊。那也是这样子的一种想法，让我越来越愿意去公开分享我所学到的东西。大臣は12歳の時に最終的なその手術を受けて今は完治したんですけど、でもさっき言ったようにやっぱりこう
4歳から12歳の間、記憶のあるその間は毎晩寝るときに考えるんですね。明日は3度目覚められるか、明日起きるときにまだ生きているかということを考えるんですね。それで毎日なんかサイコロをこうやってるような感じで、なのでその間の経験は大臣に、昼間何か勉強したらすぐそれを誰かにシェアしたい、あるいは何か書いて残したい。つまりなぜこういう習慣が出てきたかというと、自分はもしかして寝てる間に昼間に勉強したこと全部自分と一緒に消えてしまう、そういう恐れっていうか、そういう思いから何でもすぐ人とシェアしようと、そういう考えができたんですね。で、今もそういう思いがあります。なのですぐに何かこうちょっとも公開しようと考えます。 Thank you for your question. How are you able to make the mask up in 3 days? 好，这个问题是说，哎，那我们是怎么样子在三天里面就把我们口罩实名制的地图这个应用程序做出来？この質問はマスクマップはどうやってこう3日間の間にすぐ開発ができたかという質問ですね。The U in English is plural too, so it's all of us, it's not just me. My contribution is quite minor, really. I connected the person, the name is Howard Wu from Hainan.To the person in the cabinet, head of the cabinet, called Su Zhenchang is named. So I connected the premier with the person who prototyped, who did the first version of the map, and told the head of the cabinet saying, this young person's map is much more logical and understandable than anything we publish. So we really need to do what we call a reverse procurement, making sure that we support them inHowever way they want, and publish every 30 seconds the availability of the mask from all the pharmacies every 30 seconds. And because of the existing infrastructure is already there, it enabled more than 100 different applications in the first week, not just Howard Wu, but many other people as well. 所以当然在英语里面的 you 其实是你们的意思也可以哦。所以其实并不是我一个人做的事，我做的部分是很少的。大部分是一个叫吴展伟的一个台南人，他本来就已经写出了这样一套地图，完全没有等政府做什么。但是我给苏贞昌院长看吴展伟的作品，说：“哎，这个年轻人做的版本比我们所写的任何城市都来得平易近人，所以应该是我们来当他的厂商的这样一个做法。我们去想尽办法，让每个药局都用他想要的那个方法，每30秒钟就产生出最新的存量。”不止给他，也给超过100个不同的公民的开发者来使用。那也因为这样子的关系，我们才可以运用既有的像健保这样子的系统，来确保大家在3天之内就可以有一个每30秒更新一次的这样一个库存。那民间呢也有超过100个开发的团队，在第一个礼拜里面就上线了。那所以是大家一起做的，我只是中间来协调，介绍他们认识这样的。大臣はそれは自分一人 の, 仕事ではなくて、やっぱりみんなで共通みんなで共同に完成させたことだと答えました。マスクマップは最初は実は台南にいるウーチャンウェさんという人が開発したものです。で、たまたまその大臣がこのソフトがすごく良かったということをして、台湾の行政院長の蘇さんにこれはすごく良かったんですよっていうのを伝えて、で新しいものを開発するよりこのいいものをぜひ利用して私たちがパパッとしましょうっていう話を蘇さんに院長に伝えました。そうするとあとはこのソフトウェアを開発、オープンしてみんなが使えるようになって、やっぱり最初のこの蘇さんのものだけではなくて、実は100以上のアプリが開発されたんですね。100以上のチームが一緒にこういうマスクマップ の, ソフトをどうやっていかに、よくなる、より良くなるかというとみんなで努力したんですね。で、後で、みんながわかるように30秒ごとに薬局の在庫、マスクの在庫がわかるようにずっとみんなの努力があるからアップデートもできるんですね。で、実はこの1週間の間にこう在庫がすぐみんながわかるようにできたんですね。
で、台湾の、まあ、保険システムももともとあるのもやっぱりそのおかげもあるんですけど、みんなで一緒に協力し合ったっていうのもすごく大事です。なので大臣が言うのは、自分一人でできたじゃなくて、みんなで一緒にできた。で、自分がやったことは、まあ、そのこういういいものがあるんですよという政府の方に紹介した、そういう紹介役ですね。はい、それでもうあっという間に1時間がね、過ぎました。今2時からスタートしましたので、もう3時前になりました。もっともっとお話聞きたいんですが、もう時間になります。ですので最後にオードリー大臣から皆さんにメッセージを、いただけたらと思っています。ジェイさん、お願いします。我一向都是分享一个叫做 Leonard Cohen 啊，科恩的这一位诗人他的一个作品。那他先是我们就跟刚刚一样，先用英文讲，然后我再讲成中文话啊。他的英文是这样子的：Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything, and that is how the light gets in.中文我是把它翻成这样啊，说钟能敲响就敲响，十全尊祖莫指望，万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。今大臣が皆さんにこう伝えたいというのは、一つの外国人が書いた詩であるんですね。で、さっき英語でまず伝えましたが、で中国語の訳すると、まあ、またさらに日本語に訳すと、こういうことになります。ベルを鳴らせばベルを鳴らしましょう。で、全ての物事完璧は元に目立たない、物事は全ての物事には欠陥があるんです。で、その欠陥というのは突破口であり、光が差し込む入り口でもあります。ということです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、大臣、本当にありがとうございました。もうあっという間に1時間が過ぎ去ってしまいました。それでは本校の代表よりお礼の言葉を述べさせて言いたいと思います。それでは代表の竹中さん、あと6年生の高山くん、どうぞ前に来てください。私たち台北日本人学校の児童生徒のためにお越しくださりありがとうございました。今日の講演を通して私たちはたくさんのお話を伺うことができ、とても良い経験となりました。また今の台湾の辺はコロナ禍の前のように私たちが学校に行き勉強をし、友達や先生方と関わり合い、いつものように行事ができるのも全て大津委員長をはじめとした台湾政府の方々のおかげです。ありがとうございます。今日のお話を今後の学校生活、私たちの未来につなげていきたいと思います。これからのオードリー・タンさんのご活躍をお祈りして、生徒代表の言葉とさせていただきます。生徒代表、竹中らしか、ありがとうございました。
はい、大通り大臣からは色紙もいただきました。ありがとうございます。大臣ありがとうございます。ちょっとこの色紙の意味を教えてもらってもいいですか。我在这边写的是share and enjoy 啊，希望大家都能够把今天听到的一些想法，不管你觉得有道理或者没有道理，你的创新的这种诠释不一定是照本宣科，而是你听到我刚刚讲的时候，你自己被刺激出什么想法，都能够多多的跟自己的不管是朋友啊、家人啊、其他人分享，因为分享呢，才真的能够让我们在学习的过程里面是代表一种快乐的一种感觉在学习，而不是说好像只有自己啊埋头学习这样。所以分享跟快乐，这个是最重要的。大臣が今ここに書いたのが share and enjoy。 share は今日例えばここで皆さんが大臣の話をいろいろ聞きました。でその話を聞いたときに、そのまま今日聞いた話を人に伝えるじゃなくて、今日聞いた話で自分が何か考えて、もしくは自分が何かこう新しい発見、新しい連想があれば、そのぜひ他の人にも、自分の友達であったり家族であったり、ぜひシェアしてほしいですね。でっていうのがやっぱりこう勉強するのが自分だけの勉強じゃなくて、人とシェアすることで楽しさが倍増ですね。なのでぜひシェアとエンジョイ、でその勉強をしてシェアすることで、それでさらにその楽しさを得ることができたらいいなと思いますので、この文字を持ちました。はい、大臣本当にありがとうございます。はい、はい、それでは最後に大通り大臣と記念撮影をしたいと思います。大通り大臣どうぞ下にあって真ん中の方ですかね、見て、児童生徒と保護者の皆さんと全員で撮りたいと思います。純也先生、ここから撮ってもらってもよろしいですか。こんなことないよ、みんな本当にね、
はい、それでは大谷大臣退場されます。皆さん拍手でお送りしましょう。はい、議論席の皆さん一回座ってください。大臣が先に、退場されます。しばらくちょっと待ってください。先生が合図を出したら、児童生徒から教室の方に戻ります。一回座りましょう。